テレトビズ。私の方からは、それぞれのグループにおいて今後、このような、問題が起こらないように、適切に、対応してもらうように、要請をしたいところであります。自民党の派閥の政治資金をめぐる問題について茂木幹事長はテレビ東京などの取材に対し、再発防止を各派閥に求めたと明らかにしました。各派閥への要請は岸田総理大臣からの指示を踏まえたもので、茂木幹事長は自身が会長を務める平成研究会で2019年から2021年までの政治資金収支報告書に合わせて17件の記載漏れがあったことを明らかにしました。いずれもすでに修正を終えているとしています。その上で今後記入ミスを防ぐシステムを新たに導入し、再発防止を徹底する考えを示しました。